元キンプリ3人、新グループ、ナンバー、アイ、結成。テレビ局、争奪戦勃発。ジャニーズ事務所を対処した、キング、プリンスの元メンバー、キシ太、平タ、志ラ神宮寺優ジングウジユタの3人が15日、戸べと合流し、新たなグループ、ナンバー、アイを結成することを発表しました。この発表は、同社の公式 YouTube チャンネルの生配信を通じて行われ、 多くのファンにとって嬉しいサプライズとなりました。しかし、このニュースにはさらなる注目が集まっており、水面下ではすでにテレビ局が動き出していると報じられています。今回の記事では、元金プリ3人の新たなステップと、テレビ局との争奪戦について詳しく探ってみましょう。元金プリ3人、新グループ、ナンバーアイ、I 結成。まず、15日の生配信での発表について詳しく見てみましょう。 平野紫耀とジングージユタが東京ドームに登場し、岸優ユタがダッシュで加わり、新しいグループ、ナンバー、愛を結成することが明らかにされました。これにより、元キンプリ3人の活動が本格化し、ファンにとっては待ちに待った瞬間となりました。特に平野は、マストでコンサート、ファンとの距離を縮めたいと音楽活動に対する情熱を示し、今後の展開に期待が高まっています。 一部芸能関係者によれば、これまで平野と神宮寺は主にソーシャルメディアでの活動に専念しており、音楽活動は岸優太の加入を待っていたとのこと。実際、平野は、戸べに加入した段階から音楽制作を進めており、新グループ、ナンバー、愛での音楽活動が一気に本格化することが期待されています。テレビ局の争奪戦勃発、元金プリ三人の新グループ、ナンバー、愛が結成されたことで、 テレビ局もその動向に注目し、早速、争奪戦が勃発しているとのことです。テレビ関係者によれば、特に平野紫耀を担ぎ出したいと考えているテレビ局が多いそうで、局の上層部は滝沢秀明氏とのコネクションを探ったり、親密な関係を築こうとしているとのことです。さらに、テレビ局は具体的な動きを進めており、平野紫耀の主演ドラマ、 黒サ欺の続編が計画されていると一部報道されています。これは元金プリ3人の争奪戦が非常に本格的に進行中であることを示すものでしょう。テレビ局はドラマだけでなく、バラエティ番組への起用にも興味を示しており、岸優太が特に注目の的となっています。制作会社関係者は、ターゲットは岸です。彼は天然キャラでお茶の間の人気が非常に高い。 アイドルでありながらバラエティ番組での存在感は抜群です。と述べています。ジャニーズのタレント状況。この新たな動きには、ジャニーズ事務所を対処したタレントたちを起用することに対するテレビ局の姿勢にも変化が見られます。以前は、ジャニーズ事務所のタレントを起用することに対する遠慮があったかもしれませんが、現在は異なる状況となっています。ジャニーズ事務所の東山の之社長が行った会見で、 圧力をかけるというよりも、さらに応援したいと発言し、井ノ原義彦も、圧力をかけることはあり得ないと述べたことが、テレビ局にとっては大きな意味を持ちます。これにより、テレビ局は遠慮せずに元ジャニーズのタレントにオファーを出すことができ、新たな才能を積極的に活用できるようになりました。ナンバー、愛の今後の展望。最後に、ファンたちは新グループ。ナンバー、 アイがどのようなエンターテインメントを届けてくれるのかに期待しています。元キンプリ3人の個性と実力を結集させた新たなグループが、音楽、ドラマ、バラエティ番組などで活躍する姿がファンにとっての大きな楽しみとなっています。今後の彼らの活動に注目が集まります。ナンバー、アイは、これまでの活動を踏まえつつ、新しい音楽やエンターテインメントのスタイルを展開することが期待されています。 彼らの持つ個性と才能を生かした新しい試みが多くのファンの心をつかむことでしょう。また、彼らの活躍によって、ジャニーズ事務所を対処したタレントたちの新たな可能性や活躍の場が広がることも期待されています。一方で、テレビ局との関係性も大きなポイントとなります。今後、彼らがどのような番組やプロジェクトに参加するかによって、 テレビ局の方針やジャニーズ事務所との関係性がさらに変化していく可能性があります。ファンにとっては、彼らがより多くの活躍の場を手にすることで、さらに多彩なエンターテインメントを楽しむことができるでしょう。これからは、彼らの音楽活動やテレビ出演、さらには他のエンターテインメントプロジェクトへの参加など、様々な情報が注目を集めることとなるでしょう。 ファンたちは彼らのこれからの活動に大きな期待と興味を寄せており、その成長と成功を見守っています。元キンプリ3人の新たなステップによって、彼らのファンはますます興奮し、期待を膨らませています。そして、彼らが新たな舞台で輝きを放つ姿を見ることができることを心待ちにしています。今後の彼らの活動やテレビ局との関係性の進展には、ますます注目が集まることとなりそうです。 ファンの期待に応えつつ、彼ら自身の成長と新たな可能性の開拓が進むことを願ってやみません。元キング、プリンスの3人がシングループ、ナンバー、アイを結成し、その動きにテレビ局が注目し、争奪戦が勃発しています。彼らの新たな展開により、ファンは彼らの活躍と成長を見守っています。また、ジャニーズ事務所を対所したタレントたちの新たな可能性が広がる一方で、 テレビ局との関係性も新たな展開を迎えています。今後の彼らの活動にますます注目が集まることとなりそうです。